どうもこんにちはえ。今回はですね、前回に引き続いて影響を受けた本を紹介していこうかなと思っておりまして、で、まあ、シリーズ的にはこれで最後ですね、最終回。で、最後にエルサレムのアイヒマンという本を紹介しようかなと思っているんですけど、まあ、これはね、衝撃的な本ですよ。うん、衝撃的な本で、まあ、この自助論とか、まあ、フリーっていうのが、なんかまあ、人生をプラスにさせてくれるような本なんですけど、まあ、このエルサレムのアイヒマンっていうのは、うん、ある種絶望に <laughs> 追い込まれるようなね、そんな本かなと思ってて、これを読むのは、 いろいろと大変。えー、読んでいろいろと大変になっちゃうかなっていうぐらい、まあすごく刺激のある本なんですね。で、えー、前の動画で言ったかなえー、これね、あの、めちゃめちゃ高いから、この本高いし、読みづらいし、で、これ新版なんだけど、僕新版読んだことなくて、えー、前のね、えー、ちょっと古い本を読んだんだけど、まあそれも絶版で手に入らない <laughs> と思うから、まずこの本じゃなくて、えー、ハンナーレン取ってアマゾンで打ち込んだら、 あの一番最初に出てくるような、えー、700円ぐらいで買えるような本から読むのをおすすめします。で、多分ね、その本にもこのエルサレムの愛媛について、まあ、触れられているので、まああの、まずそっちの簡単なところから読んでいきましょうというのがね、えー、おすすめです。はい、で、えー、この本がどういう本かっていうと、悪について書いてあるんですね。人間の持ってる悪について書いてあるんですよ。まあ、その悪ってどうやって生まれると思うとかをまあ、 誰しもがね、一度は考えたことあるんじゃないですかね。なんで人って悪いことやっちゃうんだろうみたいなね。まあそういう素朴な疑問から入っていくと思うんですけど、まあでもこれに答えるのってなかなか難しいですよね。なんで人って悪くなるのとか。これにスパッと答えられるのは、あ答えられる人いる多分いないと思うんだよね、えー。いないと思ってて、僕もそうだった。僕もそうだったけど、すごくね、興味があったんだよね。なんで人って悪い方向に行くんだろうなとか。まあ例えばさ、テレビに出てくる、まあすごい経営者でも、えー、まあ政治家にしろ、まあとりあえずすごそうな人っていうのは、 もともとめっちゃ頭よくて行動力もあってまあ人望もあったからそれだけあの選ばれたり会社をねでかくすることができたんだと思うけどなんでその人たちが急にその5060とかになって失敗しちゃうんだろうとかあれって不思議だなっていうことがまあちっちゃいちっちゃい頃うんまあ高校生ぐらいから疑問だったわけなんですけどでまあそれがねある程度年を取ってくるとその悪というものが身近になってくるんですよね身近になってきてでこれを前回のこのねあのフリーっていう本 につなげて話すと、まあ、フリーを読んでからその広告とかについても知るようになったんだけどあのまあ大企業とかでも,です、ね、もう薬事法に引っかかりそうなぐらいな古代広告みたいなの作ってるわけですよこれ飲んだら痩せるみたいなこれ飲んだらダイエットできるみたいなこれ飲んだら健康,健康になれるよみたいなことを、まあ、大きな大きな企業、えー、その大きな企業にはいろんな頭のいい人が集まっているんだろうけど、まあ、やたらなんか変な広告とかを作ってるわけでこれどうなん みたいなことをね、思うような <laughs> 機会、まあ、その就職活動の時とかですね、まあ、そう思うわけですよね。えー、就職活動とかだったら説明会で、あんだけ綺麗なことを並べてんのに、実際はそうかよ、みたいなね、まあ、ちょっと悲しい現実があったりするわけですね。で、まあ、ちょっとその企業から個人のレベルに話すと、あのーまあ、ちょうど僕がこの本に出会ったのは25歳かな、それぐらいの時だったんだけど、ちょうどその頃も、本当になんか、悪について、いろいろ考えることがあったの、えー。それがどういうことかというと、まあ、25って言ったら、まあ、就職やってますよね。で、周りの、 友達も就職をやってたんだけど僕の周りの友達っていうのがどんどん悪に片足を突っ込んでいるような気がしたんだね、えーまあ、どういう人かっていうとその具体的にはあの証券会社とか、えー、銀行に就職やってる人とかあとまあ公務員とかに、ね、なった人があこうやってなんか人は片足を突っ込んでいてとうとうはもうその悪か悪じゃないのかを分からなくなっちゃう人間になっちゃうんだなっていうのをまあ感じるようになったんだよねで、まあ、例えばその証券会社に勤めてる人っていうのは、えー まあ株とかを、ね、証券あ紹介するわけだよね。で、そういう金融商品を紹介するんだけど、どういう人に紹介するかっていうと、まあ、そのネット証券を利用できない人なんだよね。まあ、その株とかちょっとかじったら分かると思うけど、ネット証券を利用するんだよ、普通は。だって手数料安いからね、手数料安いから、絶対そっちを利用するんだけど、ネット証券を利用できないような、そこまで賢くないお金を持っている高齢者に金融商品を。 売るわけだよまあそっちの方が効率がいいからだろうね、えー、効率がいい、えー、自分では買わないような自分の家族にはお勧めしないようなそういう商品を、えー、まあ営業とか、えー、ノルマとかで、えー、高齢者に紹介していったりするわけまあ高齢者以外にももちろんいると思うけどねっていうのをね聞いてそれその仕事どうなんてでも言えないじゃない <laughs> そんなクズみたいな仕事やってんじゃねえよとか言えないよね友達だった人にね、まあ、だからあでもそ,そいつは なな仕事だなと思ってるけど、それを嫌と思ってるのは、営業だから嫌、ね。なかなか成果が出ない営業だから嫌って思ってるだけだって、その金融商品を、なんかそういう高齢者の人にバン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 売りつける仕事を、特に悪いと思ってないっていう素振りを見せるわけね。で、まあ、ここで、ああ、そうかと。で、これを何年も続けていったら、もうそれが当たり前になっちゃうんだろうなとかね、思ってたね。えー、思ってたで、まあ、その銀行員の友達の例で言うと、まあ、銀行員の友達、えー、仕事何やってんのって聞いたら、えー、まあ、窓口でいろいろやってると。で、やってるのは、その窓口に来た人に、 保険を勧めててるって言っ言、ね、だよ、保険 <laughs>。そういう銀行の業務なんていう、まあ、みんなもその銀行の窓口とか行ったら、なんかついでに保険どうですかみたいな紹介されたと思うけど、まあ、そういうことをやったりしてるんだねで。で、自分がその保険に入ってたり、その自分の家族に、ね、その保険をおすすめできるものであったらいいけど、自分もやってその保険入ってません、家族にもおすすめしてません。 なのをお客さんに適当に紹介していくっていうのがまあ仕事でまあ上司から与えられた仕事えノルマの仕事とかでまあそうやって片付けていくんだけどそれいいのかなってやっぱ思うわけよだってさ就職活動とかやってるときって多少なりともまあ多少まあそれも人によるかなまあ人の役に立ちたいとか思ってたはずなんだけどいつの間にやらなんか詐欺っぽい商品を普通に売りつけていくっていうことがあるわけねでなんかまあその当時はこんな感じに人って変わってしまうんだなっていうのを悲しく思ってたわけだからまあそういう思いがあったから えあのかんぽ生命ってあったよね、おっきなおっきな漢方生命という会社が高齢者に微妙な保険の商品をまあ詐欺商品といっても差し支えないようなねそういうものを売りつけているというのを知ったときにあ、あやっぱりねみたいな、でも漢方生命って本当に氷山の一角だなと思ってて、そういうことをやってる会社は多いよなっていうねまあちょっとした悲しみもあるんだけど、とりあえず25歳ぐらいの時僕は悲しかったわけ、う。ん 友達が悪に走ってしまうと。なんで、まあ、高校生の時とかっていうのは何で人は悪になるんだろう悪い人になっていくんだろうっていうのを素朴な疑問として思っていたんだけど普通になる、うん、ある程度年を重ねていったら周りの人は普通に片足を悪 まあそれを、ね、悪というのがすごく難しいけどそれをね、えー、それが大人になるってことなんだよとかそれ,をそれが社会人になるってことなんだよそれが家族のためにお金を稼ぐってことなんだよっていうね、まあ、言葉で片付けられてしまいそうなんだけど、まあ、僕としてはすごくすごく疑問があったわけですねで、まあ、そういうね悪ってどうやって生まれてくるんだろうとかを思ってる時に出会ったのがこのエルサレムのアイヒマンっていう本なんだねでまあこれアイヒマンっていう言葉は、えー、知ってる人ってい 多いのかなその僕理系だったからその世界史とかあんま勉強やってないからアイヒマンっていうのを全然知らなかったんだけど、まあ、文系の方で世界史とかをやってる方っていうのはアイヒマンっていうのは出てくるのかなっていう人は どういう人だったかというと、まあ、ナチスの人だったんだね。ナチス、あの第二次世界大戦のナチスの,あの、まあ、人で、ユダヤ人のホロコーストだよね。大量虐殺に関わっていた人、まあその輸送。ユダヤ人の輸送だよね。ホロコーストの現場に行くその輸送の管理の責任者みたいな人がアイヒマンなんだね。で、このアイヒマンっていうのはその戦争終わった後逃げてたんだけど、まあ、とあるところで捕まってエルサレムっていう場所で裁判をかけられるっていう話が、その一部始終、一部始終っていうのかな。その ハンナーレというねこの作者がアイヒマンを傍聴しに行ったわけその裁判をねこいつどんなやつなんだろうって見に行ってそのまとめた記録を一冊の本にしてるんだけどあのー、皆さんどう思いますこのユダヤ人の大量虐殺に関わったアイヒマンっていうのはどんな人間だと思いますこれねまあ普通に考えたらそ何百万人も殺せるようなそういうね仕事に関わってる人間っていうのはもう人間じゃないと人間の皮をかぶった悪魔なんだろうみたいなまあそういう 認識があっったたわけですよ当時のの人たちっていうのはねだって普通できないでしょ人一人殺すのもできないのにそれを何百万人も殺せる人間って一体どんなやつなんだということが気になって、まあ、ハンナアーレントっていう人は、えー、アイヒマンを、ね、見てたわけで、えーまあ、アイヒマン観察日記みたいなねアイヒマン傍聴、えー、日記みたいなのをつけていって、まあ、それを、ね、発表したんだけどそこにはもうびっくりするようなことが書かれていて、えー、ハンナアーレント曰くですねアイヒマンっていうのは、えー、もうただの普通の子役人だったって書いてあるんですよ 彼をどんだけ調べてもなんかその悪魔みたいなそういう要素っていうのは見つからずにただただえどこにでもいる普通のえ役人だったまあ公務員だったみたいなねそういう話し方をえそういうことをねえ書いてるわけでこれはもうびっくりしたわけみんなえみたいな悪魔みたいな人間じゃねえのと普通の人なみたいなであのこれがねなぜ衝撃かというとやっぱりその普通の人が悪魔みたいな仕業ができるっていうことなんだよねこれ、えっと ちょっとねじゃあ具体例を挙げると、最近のね、その具体例を挙げ,げると、じゃあ数年前に、えー、森友学園の公文書書き換え問題,問題っていうのがあったよね。この法治国家において公文書を書き換えるっていうのは、とんでもない悪魔的な、悪魔、悪,悪魔的じゃないな、まあ、すごく悪いことなわけね。でも、この悪いことやった人って、どんな人だったかっていうと、財務省の役人でしょもう公務員の中でもすっげえ頭いい人たちが、えー、書き換えてたわけだよね。それ悪いことって多分知ってたんじゃないのかなでも、やっちゃったわけ。 やったわけだよね、えー、もうその役人という,の役人というか、まあ、普通の人がとんでもない悪事を働く世界が、まあ、これからの悪なんだっていうことをハンナーレンとは言ってて、まあ、それに、ね、僕はすごく衝撃を受けたね、まあ、それがその現,現代の悪に通じてるかあとか本当にこの悪というものを鋭くえぐり取った人なんだよねでそれが書かれている本なんだよね、えー、皆さんどう思いますかねその悪についてこれでピント来るかな、まあ、ピント来てほしいんだけど 悪ってものは悪魔的な人間が急にやるものではなくて普通の人間がやっちゃうことなんだよね。で、アイヒマンがその裁判の、えーまあ、裁判でね、ずっと繰り返し言ってたことがあるんだけどそれが「私はただただ上司の命令に従っていただけです」って言ったわけ。どうかなこの言葉って結構寒気がする言葉なんじゃないかな上司の命令に従っている人ってたくさんいるんじゃないかな、まあ、さっき挙げた僕の、えー、証券会社の知人も、えー、銀行の知人も。 えー、上司の命令に従っていただけノルマをこなしていただけなんだよね。でそれをなんでそんな人が悪いことをやってしまうかっていうと、えっとまあ、人間の大切な大切な思考というものを放棄したら人間は、えー、悪いことも、まあ、善悪の基準というものを失ってただただ遂行してしまう人間になってしまうんだよってねハンナーレンとは言っていたわけ。 やっぱりね、そのちゃんと自分の頭で考えるっていうのがすごく大切だと思うんだよねちゃ。それを考えなくなっちゃったら、もう分かんなくなっちゃうわけよ。それが悪いことなのか、いいことなのか。まあ、ただ上司の命令に従っていけば、まあ、給料がね、えー、もらえて生活できるから、それでいいじゃんってね。まあ、そうなってしまうと、やっぱりとんでもないことをやる可能性が出てきてしまうんですよね。で、こういうことをしておくとですね、あのー、まあ、例えばその成功者の方が、たまに言う言葉っていうのがあるんですよ。えー、成功する人間っていうのは、 人人から言われたことを愚直にやり続ける人間だとまあそんな言葉を言われたりするんですよね。まあ確かにその一面はあるでしょう。その、まあ、成功者っぽい人が人格者であればですよ。人格者であって、まあ、自分の弟子みたいなやつを育てようとした時に俺の言うことをねちゃんと聞いてとりあえずやれっていうのであれば成功するかもしれないですねその弟子たちも。でもその上司みたいなやつが全然人格者じゃないやつだったらそいつの言うことを愚直にやり続けたらとんでもないことが起こるでしょう。でそれがアイヒマンだったわけだよね。 えなんかね人の言うことを素直に聞くっていうのも大切なんだけどそれはやっぱね環境によって変わるよねまあ当然のことだけどね当然のことでそれは誰が言うかえ誰の言うことを真面目に聞いてやり続けるのかでは全然話が変わってくるからやっぱりねその言葉っていうのは鵜呑みにしない方がいいかなと思ってますおっとちょっと今なんか外で宣伝カーみたいなのが消えるからちょっとノイズが入るかもしんないです入るかな このダイナミックマイクだから騒音には強いはずなんだけど入るかなよし、ちょっとね、徐々にえ行き過ぎているので、話を戻すと、あれ何話してたっけそうアイヒマンの話やってたんだね。で、えあれ何を話そうかな何話すちょっと忘れちゃったね。飛んじゃったね。じゃあまあ、これぐらいで終わろうかな。これぐらいで終わってえ、えんアイヒマンの話をしてて、 なんか特にもう言うことないないかなで、えー、あ、そうそう。ちょっと今、またね、今、ピンと思い出したものがあったので言うけど、あのー、たまにね、あのー、まあ、すごく善意のつもりで、僕にアドバイスをくれる人がいるわけ。えー、読書メモみたいな動画じゃなくて、もっとようやく動画とか、解説動画っていうのを作った方が、再生回数も増えるし、チャンネル登録者数も増えるよって。 まあアドバイスをしてくれるる人がいるんだよね、まあ、この話も前どこかでやったんだけどでもね僕その読書メモっていうのにこだわってんだよねでそのこだわってる原因がやっぱこのエルサレムのアイヒマンなんだよそのようやく動画とかってさ解説動画ってさ僕は人の思考を奪うものなんじゃないかなと思ってるわけようやく動画見,見ました解説動画見ましただったらなんかもうその本読まなくていい気がしないその本のこと分かったような気がしないそれってさ思考してんのかな違うよねただその動画を見て賢くなった気がしてるだけだよね でえー、これさ、まあその、現代はさ、例えばその、もう勉強の動画とかでも、スタディサプリっていう動画があるし、最近だったら YouTube で、ただ呼びって言ってね、予備校の先生が、えー、やってる動画とかがあるから、それでもうみんな勉強できるわけ。でもさ、それ、みんなさ、動画の授業を受けてさ、本当に頭良くなるかないやほとんどの場合、ならないよね。 だってそれ動画見てるだけだもん。賢くなった気がしてるだけだもんね。結局自分で努力をしない限りね、その勉強をするなり、ドリル,ドリルというかなり、参考書を解くなり、この本を読むなりしないと、自分の思考って鍛えられていかないんだよね。だからそういうね、ちょ,、まあ、ちょっとした僕の無駄なプライドみたいなものがあるんだけど、ね、ようやく動画とか解説動画って言わずに、読書メモ、このね、本のきっかけとして、あこの動画をきっかけとして本を読んでいってくださいみたいなね、まあ、そういう思いがあるから、読書メモにこだわっていたりするんですね。で、その背景にあるのはこのエルサレムのアイヒマ。 思考をね停止したら、えー、悪に走っていくんだよということが書かれていたこの本を読んで僕はねそんな、えー、こだわりを見せているわけですね。まあ、このこだわりがね,、えー、ね、いいのか悪いのかっていうのはちょっとね分かんないですけど。であともう,つもう一つ思い出したんだけど、あのー、その前々回の動画でその自己啓発本のその、えーゾえー、夢を叶えるゾか夢を叶えるぞというのを紹介したんだけど、まあ、そこでねやっぱり、あのー、いいこと言ってるんですよ、そのゾさんがね、ガネーシャさんがね。そのガネーシャってやつが、あのー まあ神様で、その神様が凡人の人を教えていくっていうスタイルなんだけど、その神様がね、その凡人にあるとき言うわけ。やっぱり君、あんまり、まあ、これ以上やってても成功しないかもしれないなとか言うわけね。で、なそのまあ凡人っぽいやつがですね、え、なんでなんでえあなたの言うことちゃんとやってるよ、えー、努力してるよ俺は変われるんだよって言うわけね。でもその、えー、ガネーシャさんはね、こう言うわけなんですよ。でもね、俺の言ってることって、俺ってそのガネーシャね、えー、俺の言ってることって、 もう君の本棚にあるその自己啓発本に書いてんだわっていうわけなんだよね。君はその自己啓発本を読んだ時にも、俺変われる、俺変われるんだと思ってたかもしれないけど、結局変われなかっただろう。うで、今の俺の言葉を聞いて、なんかやる気を出していたり、なんか自分は変われてるんだろうって思ってるかもしれないけど、やっぱり変われないよとかね、まあガネーシャさんは言うわけ。で、その凡人は、いやでも今回は違うんです、今回は頑張ってるんですとかまあ言うわけなんでね、まあその、信じたくないよね。<laughs> そのね、自分は変われてるってことを信じたいよね。でもガネーシャはね、言うわけ。 じゃあ自分さ、えー、俺の話聞いてる今、何やってるってガネーシャ者が言うわけ。で、その男は、いや、もう、めっちゃ考えてますいろいろ考えてあの、自分を変えようとしてるんですとかね、言うわけ。でもそのガネーシャはね、えー、もう冷たくこう言うわけ。いや、違う。君は座ってるだけだ。って言うわけね。もうこれ、あの衝撃です,ですよね、衝撃的。あのまあ、本を読むときもう、まあね、誰かからいい話を聞いてるときも、何やってんの っって言ったら実際は座ってるだけなんだよね。それまあ考えてるかもしれないけど、その考えてることなんて、えー、もう24時間後には全然覚えてないはずですからね。えー、結局何やってんだ座ってるだけだよね、えー。どんだけ素晴らしい動画を見ようとね、えー、そのスタディサプリにしろ、何だら、ただ呼びとかいうね、動画にしろ。まあ、すごくいい動画、素晴らしい動画っていうのは間違いない。でも、そこ、座ってるだけだったら全然意味ないわけだよね。YouTube にも本の要約動画、解説動画あります。でも、それ聞いてるだけ、座ってるだけだったら全然意味がないわけなんですね。ちゃんと自分で本を読む、ちゃんと自分でその勉強やって、あとはなんか、 復習のドリルを解くとかやっていかないと、まあ、えー、入ってはいけませんよね。思考を止まってるだけでも、それ見てるだけ、えー、だったらね。ということで、えーまあ、今回これで終わっていこうかと思うんですけど、まあなんかね、ちょっと繋がってるんだよね。そのエルサレムのアイティマンを読んで、じゃあ人間どうしたらいいんだっていうと、やっぱり自分で、まあ、自分を啓発すべきですよね。自分の行動にルールを設けて何かやっていく。で、そして、まあ、このフリーっていうのも繋がってくるんだけど、じゃあ、あの、正しいことをやろうと思ったら、どうするかっていうと、 まあその自己啓発、まあ、自分をね啓発するっていうのも正しいんだけど、会社に依存している限り、り、公務員組織に依存している限り、正しいことできないよ、だってそこ、クビになったら、ねあのー、食っていけないからね、だから自分で、個人でいつクビになっても稼げるよっていう,ないうような能力を身につけておかないと、正しいことできないんだよね。 ねえー、自分で稼ぐ能力ないです、会社クビになったら公務員がもう辞めちゃったら、えー、働けないですって人は、そこの上司の言うとおり、えー、その会社が言うと会社のなんだ指図の通りに動かなきゃならないからね、えー、自分が正しいことなんてできないですよ、だから正しいことをやろうと思ったら、えーまあね、このフリーに書いてあるような、まあ、フリーに書いてあるようなっていうか、今のね、このいろんな技術というものを使って情報発信するなり、動画作るなり、絵を描くなり、な何かね、人の役に立てるようなものをやっていくしかないんですよね。 とということで、ね、今回この3冊を紹介して終わろうかなと思うんですけど、まあ、結局ねあの、まあ、この3冊自分でまとめておいて何な,なんだけど全部つながってるなって思った自分を啓発して何すんのって話だよねでフリー技術使っていこうよってことだよねこれからの技術使っていこうでこれねどうやったら人は悪にならないのっていう話がもうつながってるね悪にならないためにはやっぱ自分を啓発していきましょうそして自分のね食いぶちみたいなものを能力を高めていつでもどこでも誰の指図を 受けない環境でも生きていけるようなね、食っていけるような、そういうね、能力を見つけていくべきなんだよ、じゃないと、そこの会社、公務員組織の言われた通りのままの人生になっちゃうよ、それだったら自分の正しいことできないよねっていうね、まあ、こういう側につながっている本なんじゃないかなと思いますので、まあえー、僕のこの話を聞いて、興味を持たれた方はですね、ぜひ読んでみてください。 で、繰り返しになるんですけど、このエルサレムのアイフマンの、この、えー、これね、4000が5000近くやるんだけど、これにいきなり当たっても多分読めないと思うから、えー、ハンナーレントって検索して、一番最初に出てくるような700円とかね、そのちっちゃいね、本から、えー、読み始めるのがいいんじゃないかなと思います。で、このフリーはね、 あのさっき見たら、Kindle で、えー、っと500円ぐらいで売ってたので、えー、すごく、ねえー、手に入りやすい価格になってるんじゃないかなと思います。でこの自助論っていうのもあの当時僕が読んだ時はごっつい本だったんだけど今は文庫版が出てて600円ぐらいで買えるから、まあ、この600円と500円と700円で2000円以下でこの3冊が、ね、手に入るので、えー、すげえ安いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回はこれであ終わりますの前にもしこの3冊全部読んだことがあるぜみたいな。えー、もう全部知ってる っていう方がいましたら他の本を紹介したいと思いますのでまた何かコメントなり何か連絡をくだされば、えー、新しい、ね、本を紹介しようかなと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。